中年オタッキーです。今アルファ7、この間購入したアルファ7のキットレンズ付きで撮影してるんですけどね、どうもレンズがおかしくなりました。今はいいかな、今はいいかな、なんかね音がギーギー出るようになったんですけど、もう呆れるほど壊れやすいソニーのカメラ、これ一応新品なんですけどね、レンズはね。もう勘弁してくれってことで、そんなわけで今日はソニーのカメラを紹介するんですけど、はい、このねアルファ55を紹介いたします。これ視聴者の高川様からいただいたカメラになりまして、レンズ付きのコンプリートのものだったんですけど、レンズがテスト撮影中に壊れまして、もうこれはもうどうしようもないぐらいね、ギギギギガッチャンギギギガッチャンみたいな感じでピント合わせもねフリーズしたり、どうしようもない状態になったんで、もうお家に置いてきたんですけどね、まあいい写りはしてたんですけどね、まあ壊れちゃったということで、今日は、このねミノルタの、AF2485 をね、つけて撮ってます、撮ってましたけど、まあ写りはいいんですね、まあ写りはいいでございます。はい、それでは紹介してまいります。はい、今回紹介するねこのアルファ55なんですけどね、正式な名前は SLT-A55V っていうカメラになるみたいです。もうスペックはちょっと読み上げるのも大変っていうぐらいいっぱい書いてあるんですけど、まあ、センサーサイズは APS-C サイズ、原色フィルター付き、XMOA APS-HD CMOS センサーですね、カメラ有効画素数が1620万画素、総画素数1670万画素、画像素子アスペクト比が3:2、RGB 原色フィルター、帯電防止光及びイメージセンサーシフト駆動によるアンチダスト機能付き、その他のスペックはちょっといろいろあってものすごいんでね、クリエイティブスタイルだけ紹介しておきましょうか。スタンダード、ビビット、ポートレート、風景、UK、白黒、コントラストプラスマイナス3段階、サイドプラスマイナス3段階、シャープネスプラスマイナス3段階ということですね。で、あと動画も撮れます。動画はね、一応フル HD も撮れるんですね。ここね、フル HD、AVCHD って書いてありますけど、これがね、フル HD で撮ろうと思ったらね、AVCHD でしか撮れないんですね。この AVCHD っていうのはね、データの量を抑えつつ高画質で撮影するっていう、まあ、ソニー独自のファイル形式になるんですけど、これが使いにくいんですね。Wi-Fi で送ることもできないし、パソコンで処理するにしても一旦なんかアプリで処理しなきゃいけないんじゃないかな。ということで MP4 で撮れる、のが断然いいと思うんですけどね。まあソニーさんは、ちょっと古めのデジタルカメラの動画にはこれを採用しておりますね。でね、特徴としてはね、まあ形状から見てわかるようにね、一眼レフカメラの類なんですね。まあ、類というのをね、なんで類っていうのって一眼レフカメラじゃないのって、一眼レフカメラって言っていいのかなって感じなんですね、このカメラ。はい、これ開けるとね、ミラーが映ってるかな、ミラーがついておるんですけども、シャッターを切りますね。これね、ミラー動かないんです。ミラー動かないんですね。一応外すことはできるみたいですけど、まあ怖いからちょっとやんないですけどね。で、じゃあどうやって撮影するのって話なんですけど、これハーフミラーなんですよ。半分の光はセンサーに到達して、半分の光が上に反射する。で、その上に反射した光は何をしてんのさっていう話なんですけど、これね、ピントを合わせるための CCD がここについてまして、ミラーで反射して上に行く光はピントを合わせるためだけに、働いています。で、残りの光は全部センサーに当たって、で、EVF とかモニターに、映像を出力する、あとは撮影する、この二通りのことに使うんですね。まあ
ミラーがついてるミラーレス。わけわかんねえか。ミラーがついてるミラーレスっていう感じなんですね。うん。まあ、利点はあります。一眼レフカメラと同じシステムということで、ピント合わせが早いですね。特にね、その、今撮影してる α7 なんですけども、これが2013年発売のフルサイズミラーレスですが、明らかにこの2010年発売の α55 の方がピント合わせが早いです。明らかに早いですね。まあ、α7 が遅すぎるっていうのもあるんですけど、で、ピント合わせが早いです。まあ、そうなんですけど、弱点がね、めちゃくちゃ電池食いますね。もう激しく電池食います。結局ね、その、ミラーは動かないんですけど、EVF に常時する、像を表示している。そういう、ということで、まあ、この当時は節電とかのね、その能力も低かったでしょうから、電池とにかく食いますね。電池の残量 55% ぐらいでね、30分ぐらい持ち歩いてたらもう電池ゼロになってました。そんなわけでね、丸1日ね、このカメラで撮ろうと思ったらね、電池3つ、いや4つぐらいいるんじゃないかな。かなり早いです。今日もね、1時間ぐらい撮り歩いてたらもう 65% ぐらいになっちゃって、100% がね、ものすごく電池が減るのが早いです。でね、レンズなんですけど、今ついてるレンズがね、これアルファ、ミノルタの、アルファシリーズ用、AF ズーム 2485F3.5 から4.5 っていうレンズがついてます。純正のキットレンズはどこ行ったのっていう話なんですけど、先日からも言っており、壊れました。これ、ほとんど使ってなかったんじゃないかなと思うんですけど、視聴者様のね、高川様からいただいたカメラになるんですけど、1ヶ月ぐらいね、いろいろね、ちょっと遊んでたんですよ。カメラの、その、慣れるために1ヶ月ぐらいいろいろ遊んでたんですけど、壊れてしまって、映り良かったんですけどね、もうギーギーガーガー言ってね、ほんで、ピント合わせしようと思ったら引っかかって合わなかったりとかで、使い物にならなくなったんで、もう家に置いてあるんですけどね。で、とてもね、壊れやすいみたいでね、いろんな人が、故障したということで挙げてます。まあ、このカメラの販売台数がね、ものすごく少ない。まあ、レンズの販売台数も少ないということを考えると、極めて故障しやすいレンズのようです。でね、これ、DT1870 っていうレンズかな。これ、コニカミノルタ自体から実は故障しやすいということで、またやっぱり同じトラブルですね。ギーギーガーガー言って引っかかって動かなくなるということで、まあ、その、コニカミノルタ時代からの欠陥を踏襲してソニーが作っちゃったぞみたいな、ノリのレンズになったようですね。で、カメラボディの方は壊れたっていう評判はとりあえず見つけることはできませんでしたので、ミノルタのね、この、アルファシリーズね、A マウントレンズが使えますんで、それで使うのがいいんじゃないかなと思います。フォーカスは若干遅くなるみたいですけど、まあ、使っててそんなにストレスにはならなかったですね。で、ミノルタのね、A マウントレンズね、ジャンクとかでもね、カビてないやつが500円とか、ものすごく安いのでね、このカメラはミノルタのレンズで使うのがおすすめなんじゃないかなと思いますね。で、ここからは、作例紹介になっていきますけど、今回3本のレンズを使用しました。その壊れちゃったキットレンズと、今回の2485。あと今この α807 S1 についてる、ミラー反射式のね、望遠レンズ。レフレクト 500mm、これでも一応撮りました。で、作例を紹介してまいります。はい、作例紹介ですね。1枚目はこれキットレンズでね、日中シンクロしています。これで2枚目はね、反射レンズ 500mm で撮影しておりますね。で、ここからはキットレンズになっていきますが、まあ、ご覧いただければわかるようにね、非常に鮮やかに映ります。撮影モードは実はビビットで固定してありますが、まあ、逆光くらってもね、そんなに、コントラスト崩れいたしませんし、描写もね、素直でシャープです。で、1855ということでね、これ逆光もろ太陽入ってますけどね、コントラスト崩れはありませんよね。で、1855ということでね、フルサイズ換算で言ったら26ミリぐらいかな。から、105ミリということになるのかな。で、比較的長くも撮れます。これ結構ね、いい青で映っております。
で、これが円形になりますけど、やはり、これ望遠 70mm 側で撮ってるんですけど、コントラストも非常にいいです。発色もいいしね、キットレンズとしてはまあ合格点、壊れにくくなってくれればということですけどね、故障の事例が非常に上がってます。で、ここからは、2485で、撮影した、写真になっていきますが、まあ、描写的にはね、さすがミノルタのレンズということで、非常に良い描写になってます。まあ、このレンズはね、以前から、まあ、紹介しておるレンズになりますので、まあ、信頼性バッチリということですね。まあ、桜がね、ちらほら咲いてて、もう散りかけの桜をね、撮ってきたという形になりますね。で、この残り、最後の3枚はね、エナキョーサービスエリア、下り線でね、パン屋さんがね、リンゴジュースを売ってくるんで、宣伝してくれということで、まあ、赤のね、発色も見れるということで、こう蛇口からリンゴジュースが出てくるという、美味しい長野のね、リンゴジュースが出てくるお店になっておりますので、エナキョーサービスエリアの、下り線をご利用の方は、リンゴジュース飲みに行ってはいかがでしょうか。ちょっと面白いお姉さんがやっております。でね、まあ、写りはいいんです。もうすごく写りはいいと思います。で、動画なんですけど、動画ね、一応出しますか。まあ、ちょろっとしか撮ってないんですけど、実はね、動画、このカメラで1本動画撮ってみようと思ってね、撮影してた7分で熱暴走ダウンしました。フル HD じゃないですね。1440×1080 の、30fps で撮影してたんですけど、まあ、10分どころか8分持たなかったということで、動画撮影には向いてないです。しかもこの涼しい時期ですから、夏なんかだったら2、3分しか持たないんじゃないのって。まあ、それやってみなきゃわかんないんですけど、動画撮影には向いておりません。画質はいいんでしょうけどね。で、キットレンズだとね、ちゃんとピント合わせしてもね、素直に動くんですけど、このミノルタのレンズを動かすと、フォーカスするとね、その画角がちょっとずつ変わって、気持ち悪い動きをするんで、ミノルタのレンズで動画撮影はちょっと厳しいっぽいですね。まあ、こんな感じでね、このカメラ、使い道としてはスチルカメラ、限定になっていくような気がしますが、このカメラでね、動画を撮ったことがある方で、ちゃんと撮れるよ、そんなことないよっていう方が、もしいらっしゃいましたら、大差なの可能性もありますので、コメント欄にでもね、書き込んでいただければと思います。まあ、内蔵フラッシュでね、日中シンクロとかもできます。一眼レフ的なカメラ、であるということで、ピント合わせも早いということを考えたらね、あと、望遠レンズを使ってもね、そのピントの合わせが早いので、これね、反射レンズっていうのは F8 ですからね。F8 で撮っても3点クロスの位相差式 F ということで、しっかりピントを合わせてくれましたので、まあ、鳥とかね、まあ、望遠をね、メインで使う人は結構美味しいカメラなのかもしれません。まあ、故障の事例はとりあえず上がってないんで、まあ、レンズの故障はね、山のように上がってるんですけど、本体の故障っていうのはとりあえずネットで見ることはありませんでした。ミノルタのレンズを使って、まあ、スチルカメラとして、バシバシ使うのに非常にいいカメラだと思いますが、電池の予備はたくさん持っていきましょうということになりますかね。はい、今日のね、アルファ55の紹介、久々のね、デジタルカメラの紹介だったんですけど、どうだったでしょうか。まあ、今週はね、ちょっとトラックが故障して、今もうこれ自分の車戻ってきたんですけど、トラックが故障してね、ちょっと本来の体勢が敷けてなかったということで、2週連続でね、ちょっと違う人の車に乗ってたっていうことがありまして、まあ、結局ね、このミノルタの α807SI、これしか取り切って、2週間でこのフィルム1本しか撮ってないんですよね。で、来週の動画にもね、ちょっと影響してくるぞっていう話になってくるんですけど、ネタがちょっと欠乏してるんでね。で、仕方なく今日はね、まあ、これとそれと、まあ、EOS1 も積んでるんですけど、まあ、EOS1 はね、半分しかフィルム取り切ってませんでした。カラーネガのエクタ100が入ってるんですけど、17枚取ってエンドって形になりましたけど、まあ、来週はそんなわけでね、デジタルカメラ連チャンだぞっていうことで、α7 でね、スチル写真撮ってきたんで、それを紹介していく回になっていくとは思いますけどね。うん、まあ今日のね、カメラレビューの動画はここまで、ここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは初投稿のヘボさんかな。ヘボさんですね。初めて作品投稿します。半年ほど前にフィルム写真に復帰し、デジタルでは味わえない奥深さを楽しんでおります。まさか自分がジャスピンコニカをここまでお気に入りになるとは、また違うカメラでも投稿しますということで、ジャスピンコニカで撮ったコニカ C35AF ですね。2枚とも。タイトル、こちらへどうぞ。1枚目がこちらへどうぞ。カメラがコニカ C35AF。レンズヘキサの 38mmF2.8。2枚目がね、チェリーブロッサム。同じくコニカ C35AF。ヘキサの 38mmF2.8 ということですけどね。で、写りなんで、写真なんですけどもね、これやはりね、コニカ C35AF のレンズ、素晴らしく深みのある写真になっております。こういう写真好きですよ。スナップショットとしてはね、非常に、これ自転車のマークよくありますけど、買うまでありますよね。で、2枚目なんですけどね、この時期だし、これね、下から撮ってるんですけど、フラッシュを焚いた方が美味しかったかもしれませんね。鼻芯が若干ね、アンダーになって、流浄感が目立っております。こういう場合はフラッシュ焚くのもありです。せっかくフラッシュついてるんでね。まあそんなわけです。ヘオさんさん、ありがとうございます。次がね、こちらも初投稿になりますね。LP500S さんから投稿1枚。初投稿です。よろしくお願いします。タイトルはないですね。カメラはニコン DF、レンズタムロン28300、公園の遊具として使われている機関車を撮りましたというか、生態保存ってやつですね。で、写真1枚なんですけどね、動輪のね、ところを写しております。動輪が3つっぽいんで、これは C かな。まあ、結構ね、腐食しておりまして、その腐食具合が哀愁漂っておりますね。LP500 さん、ありがとう。LP500S さんですね。ありがとうございます。次がね、ジンフリークスさんから2枚かな。久しぶりに投稿させていただきます。初めてのマイクロフォーサーズで撮影したので応募します。作例は2点で、タイトルは1、春輝く。2枚目が柵ということで、普段ペン FT に白黒フィルムがお決まりなのですが、最近デジタルのペン F を入手してたので、試写も兼ねて桜を撮ってみました。フィルムのペン F ファンにはとても気になるデジタルのペン F ですが、マイクロフォーサーズということで、発売当初は購入するのをためらいましたが、オリンパスの映像部門売却の発表を聞いて慌てて購入しました。心配のマイクロフォーサーズですが、私が思った以上によく映ることに驚いています。また本体もレンズも小さく軽く、常にレンズ3本、単焦点 12mm、ズームの1442、40-150 を携行しています。また、マウンターアダプターも、キャノン EF、ライカ L39、オリンパスペン F、ローライ QBM と入手したので、いろいろ楽しめそうです。オリンパスペン F、マイクロフォーサーズ、レンズが 40mm、150mm、F4 から5.6、1枚目、2枚目が40から150で、1枚目が1442ですね。で、作品なんですけどね、これね、1枚目、非常に美しい玉ボケ。マイクロフォーサーズでもここまでできるという写真ですね。なかなかの腕だと思いまして、2枚目はね、柵ということで、これがまたいい写りになってるんですね。色も非常に素直になっております。これちょっとね、光がね、端に寄っちゃってるんですけども、時期的にということで、こちらを次回からちょっとタイトル画面でさせてもらおうかな。タイトル画面ね、ちょっと一回、ディフェンディングチャンピオン一回で終わっちゃいましたが、ちょっと季節柄桜のシーズンなんで、すいません。ということで、この、ジンフリックさんの2枚目、作を次回からタイトル画面にしていこうと思います。はい、ジンフリックさんありがとうございます。次がね、ニコニストさんからの、投稿。中年オタッキー様、こんばんは。動画作成お疲れ様です。作品投稿です。先月スナップ撮影のため淀川の堤防をブラブラしていたらシャッターチャンス到来。カーブした坂道を登り切った自転車の2人にレンズを向けました。牧歌的な風景、いわゆるエモい写真に仕上がったと思います。カメラニコン F、レンズニコール SO と 50mmF1.4、フィルムフジカラー100、作品タイトル、坂を登ればっていうことなんですけどね。で、作品なんですけどもね、シャッターチャンスはいいんですけど、もうちょっと、トリミングしたかったかな。これトリミングしただけでもうタイトル画面級、だったと思いますがね。こんな感じでどうでしょう。映るかな。
映るよね。もう、編集するのめんどくさいんで。非常にいい写真になっておりますが、ちょっとちっちゃい。まあ、50ミリだからしょうがないんですけども、ニコンのレンズはね、解像度が十分にあるんで、トリミングしても戦えるんで、トリミングして送っていただければと思いましたね。はい、ニコニストさん、ありがとうございます。もう一名ですね。長州薩摩さんの作品になりますね。中年オタッキーさん、こんにちは。いつも楽しい動画をありがとうございます。最近モノクロフィルムにはまっています。白黒グレー以外の色の主張が なくなる代わりに、写っているそのものがグッと目に入ってきて写真を楽しんでるなぁと感じます。今回は高田の馬場をうろうろして川を撮影しました。タイトル神田川。ニコン F2、ニッコール SO と 50mmF1.4 フィルムイルフォード XP2 スーパーということですね。で、作品なんですが、神田川、これもね、ちょっとトリミングしても良かったかもしれませんが、この川がね、その、都会の川って、神田川でこんなごちゃごちゃしたとこを通る川なんですね。まあ、歌で有名な神田川なんですけども、僕のイメージとはちょっと結構違ったものになってますが、これ、まあ、モノクロということでね、これ光の境界線になってくるんですけどもね、もうちょっとトリミングした方が僕は好きかな。最近トリミングばっかり言ってるんですけど、こんな感じでどうですかね。映りますよね。さすがアルファ7。まあ、そんなわけで、投稿ありがとうございました。長州薩摩さん、ありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってます。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、佐賀 B28、名古屋さんの俺のカメラですね。中年オタッキー殿、お疲れ様です。佐賀 B28、名古屋です。今回、俺のカメラコーナーで先日入手したニコン FE データバック付きと、ズームニッコール 4386F3.5 を投稿します。実はニコン一眼レフ所有は17年ぶりとなります。以前所有のニコンはブラックの FT2 でした。この FE ボディはカメラの北村さんで巻き戻しクラーク欠品のジャンク品1100円。美味しい。レンズを探しに博多の5号紹介さんまで。自転車で移動、久しぶりの5号紹介さん、綺麗なニッコールがずらり並んでました。単焦点を狙っていましたが、やはり少々効果。ならばと安値で描写の良さそうな少し長めの標準系2倍ズームを購入。欠品のクランク部は不動となったリコー XR1000S から拝借しました。露出系シャッター速度等も問題なさそうです。ただバッテリーバックが電池を入れても無反応。データバックからなんとなく定着液の匂い。早速分解洗浄したら問題なく動作しましたが、データの写し込みにはシンクロコードが必要で、これも欠品しているため、後ほど作成するのかい。このデータバック、2020年問題とは無縁で、00年から99年まで設定可能でした。今回のニコン FE、現在試し撮り中、4386ズームの描写も合わせて結果が楽しみですということですね。相変わらずスキルの高い佐賀 B28 直屋さん、データバックのシンクロコードを自作するんですか。もうちょっと、マニアックすぎて、言葉もありませんが。いや、ニコンのね、データバックね、実はその、僕が持ってるニコンもね、データバックついてるカメラ全部ね、2020年問題を突破しています。これニコンだけかな、もしかして。さすがはニコンというところでしょうか。もっと頑張れよ、キャノン、ペンタックスとか。言ったってね、今更頑張ってもしょうがないよね。今からフィルムカメラ作んない。まあそんな感じで、今日の俺のカメラのコーナーはここまで。ここからはやっちまったコーナーに。はい、やったー、やっちまったコーナー。今日はね、のりさんのやったーですね。おたきさん、お疲れ様です。前回教えてのコーナーに取り上げていただいた MD レンズのカビですが、無水アルコールで拭いたところ取れました。カビは黒い部分のプラスチック部分に発生しており、教えてもらった通り、黒い部分をネジ3本抜き、ネジとプラスチック部分をカビキラーにドブ付け、不織布で、拭き上げてフィニッシュ。プラスチックが内面に触れてるところも同様に処理しました。そういうわけで、やったーのコーナーに投稿します。すべて単焦点 50mmF1.7、135mm3.5、200mmF1.4、F4 か、
救出修理成功ですってことですね。これいいですね。これいくらしたんだろう。結局はカビだったんですね。結構ねアルミの腐食とか いろんなコメントがいただきましたが、やはりカビだったということで、カビキラーにドブ付け。やっぱねこれ部品を外してカビキラーにドブ付けていくと、レンズがカビてなかったのが幸運中の幸運ですよね。もう素晴らしい、救出成功ということでおめでとうございますね。ミノルタのね、MD ロックオールシリーズはね人気でなかなか弾数がねないということでね、良かったと思いますね。はい、今日の動画はこんな感じになります。音出るよな、レンズおかしくなっちゃったよ。もうね、そのソニーのカメラ壊れやすいで僕は言ってて、いやそんなこと絶対ないっていっぱいコメントが入ってきてましたけど、レンズが続々と壊れていきますが、どういうことなんでしょう。まあこの、そのキットレンズね、2870、α7 のキットレンズなんですけど、ちょっとまだ調べてないんですけどね、壊れるとかね、音が出るとかいう情報、お持ちの方ありましたらね、コメントの方お願いします。これ修理に出すかな、まだ保証期間ですしね、一応保証期間なんで、保証期間、買ってまだ1ヶ月ぐらいですよね。そんなわけでね、もう修理に出すことになりそうですが、修理に出したら撮影機材どうなるのか、またスマホに逆戻りかよって話になるんですけど、まあスマホに逆戻りになるんですね。まあそんなわけで今日の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。来週はね、いよいよ、α7 の紹介ですが、α7 の紹介修理に出したらできなくなるんで、1週間は順延ですな。もう勘弁してくれよ、本当に。今日の動画はここまでになります。高評価、コメントの方ね、どしどし、お願いします。高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、すぐにでも押していただければと思いますし、コメントの方ね、この間全部返し切ったけど、また増えてるから、頑張ってね、コメントはね、全部返していこうと思っておりますので、どしどしコメントの方お願いします。あとね、チャンネル登録ね、もう完全に今失速しました。ちょっと減ってます。もうね、最近ね、このトラックが壊れて疲れたとか、そういうのもあってね、ちょっとキレがなくなってるせいもありましてね、ちょっとチャンネル登録が減っておりますが、頑張っていきますのでね、ぜひ応援のチャンネル登録お願いします。4000名に到達したらカメラプレゼントも発生しますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をして、ご覧くださいませ。はい、それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。まだ音鳴ってる。